はい、喫煙動画を始めていきたいと思います。今回は、こちら、プエブロの、ナチュラルの、これ、オレンジ?うん。プエブロのオレンジ。わかんねえ。うん、名前ちょっとわかんねえ。30g です。値段が、結構安かった。まあ、ナチュラル系のね、うん、安定の、ナチュラル系。もうね、基本着光系はね、まあ、最近ちょっと例外できたんですけど、いわゆる、チェリー系、ピースの、1000円の最近出た、限定のアロマヴィンテージ。あれが非常に、チェリーっぽい、うん、サクランボっぽい風味が、すごい、めちゃくちゃ強かったんで、それが、すごい美味しいなと思いましたので、ね、うん。まあ、また、今度、まあ、買ってみようかなと思います。プエブロのナチュラルシャグオレンジ。ジャワバとバーレーバをブレンドし、タバコが本来のしっかりとしたきつみが、楽しめる。ヨーロッパナンバーワン、人気ナンバーワンの、ナチュラルシャグ。30g 入りで値段が、720円です。とは、まあ、乾燥してないですね。わりかし、乾燥はしてないかな。今、部屋の湿度、あれですからね。74% ですからね。あれだ。梅雨だから、これ多分、ほっといたらこれ、カビますよ、多分。おそらく。ほっといたら、カビると思う。普通、タバコの加湿で、だと、そうだな、70% か60%、70% ぐらいがいいんかな?うん。いや、ちょうどいい。70% か 75% ぐらいですかね。どうだったっけな?ボダムの、間違えた。なんだっけな?あんじゃん。加湿するやつ。最近俺これ買ったんですよ。この、ハイドロストーン。これは、レーベルの。この、なんだっけこれ。チェについてくるこのレーベルっていうメーカーのハイドロストーンがアマゾンで安く売ってたんで、買いました。2個入りぐらいで。700円ぐらいとかね。じゃあ吸っていきましょう。うわ、これ、きっつ。きっつ、これ。めちゃくちゃきつい。重い、めっちゃ重い、これ。うわ、ここまで重いタバコ、手巻きで、これ乾燥してるからかな?一旦触った感じはそこまで乾燥してない感じするけど、恐ろしくパンチがあるな、これ。すげえ。これ加湿。これ加湿してないからかもしんない。恐ろしくパンチがある。
ジャワとバーレーバ。すごい特徴的っすね、味が。うわ。前俺確かプエブロを買いましたよね。プエブロのナチュラル。プエブロのナチュラル前吸ったけど、こんなんじゃなかったよね。きっつ、これ。マジで。あ、ちなみに、プエブロのナチュラルの、前俺が吸った、黄色っぽいやつは、ドイツ。で、これもドイツですね。うわぁ。すげえパンチだ。すごいぞ、これ。うほ！うほ！手巻きタバコでここまで、咳込むタバコ、これ初めてかもしれない。うわ！俺普通にピースとか吸うレベルの人間なんだけど、ガラムとか、吸う人間なんですけど、ここまで強いタバコ、そうそうないですよ、これ。ちょっとこれあれだな、もしかすると、あれだ、加湿しないからかもしれん。ちょっと加湿してからにします。